んにちは、あかねましんたろうです。今回は融資を受ける際に気をつけたい事務所や店舗の契約についてお伝えします。事業を、行う際にはですね、事務所ですとか店舗を借りることが多いというふうに思うんですけどもね、その事務所ですとか店舗を借りる際の契約内容がですね、融資を受ける際に影響することがあります。今回はですね、その事務所や店舗の契約内容が影響してしまって融資を受けられなくなってしまったとかですね、あとは受けにくくなってしまったというケースについて3つほど紹介したいなというふうに思いますので、ぜひ最後までご覧いただきましてご参考としてください。はい、ということで今回は融資を受ける際に気をつけたい事務所や店舗の契約についてお伝えします。まず1つ目はですね、事務所や店舗が転貸借であるケースですね。銀行や信金、あとは日本政策金融公庫との初回の取引の際にはですね、この事務所ですとか店舗の賃貸借契約書の提出確認が必要になります。2回目以降はですね、融資の際に賃貸借契約書を確認するっていうケースは非常に稀かなというふうに思います。事務所ですとか店舗を移転した場合とかには、その際に賃貸借契約書を改めて確認しますよというケースはありますけども、2回目以降はそんなに多くないんですけども、初回に関してはですね、この初回の取引、これでは必ず確認があります。でその時に賃貸借契約書が提出できないということになりますと、これ実はですね、融資を受けられないということになってくるわけですね。よくあるケースはですね、例えば知り合いが借りている事務所の一部をですね、こう間借りして、そこでね、こう仕事を、開業しますよというケース、つまりですね、自社と、大家さん、物件の所有者との直接の賃貸借契約書はないというケースですね。こういったケースも結構あるというふうに思うんですね。でその際に賃貸借契約書がないと、融資が受けられませんよってなると、じゃあそれならですね、大家さんから、借りている知り合いの方、この方との賃貸借契約書を交わせばですね、いいんですかっていうふうに、質問を受けるわけですね。つまりこれで転貸借契約書になるわけですけども、これはですね、残念ながらこれだけではですね、NG なんですね。そのお知り合いはですね、大家さんから借りている張本人なんですけども、物件の所有者ではないわけなんで、物件所有者がそのまた貸しをですね、OK しているのかどうか、これがですね、非常に重要なポイントになってきます。一般的にはですね、また貸し、つまり転貸借についてはですね、禁止しているという契約書が多いというふうに思うんですね。だから勝手にまた貸しをすることは、基本的にはできないというケースが多いです。つまりですね、これって大家さんがまた貸しを承認していないのにですね、勝手にまた貸しを受けているという状態なので、これって正当な権利がない状態でその事務所のスペースを使っているということになるわけなんですね。でこれがもしですね、大家さんに知られた場合というのはですね、当然これってトラブルになる可能性もありますし、場合によっては退去してくださいということになりかねないわけですよね。でそうなってしまうとですね、これ事業の継続に大きな支障が出てしまうということになると思うんですね。事務所であればですね、そこダメだったら他の場所で仕事をすればいいやということになるかもしれませんけども、これが仮に店舗である場合ですね、店舗ですと事業の継続ができないということにもなりかねないわけですよね。このようにですね、転貸借の場合は正当な権利がないというケースはですね、事業が継続できなくなる可能性があるということになるので、そうなるとね、当然収益が得られないので返済ができないということに、なってくるわけなので、金融機関としてはですね、非常に大きな問題になりますのでね、賃貸借契約書の有無っていうのは、重要なね、チェックポイントになるわけです。で、このようなね、転貸借のケース、実際に結構あるんですけども、これをクリアするためにはですね、どうすればいいかと言いますと、その事務所を借りている、知り合いとですね、転貸借契約書を結んでいただく、プラスですね、大家さんの承諾書をいただく、もしくはですね、借りている張本人との間でですね、転貸借を認めているという契約書を用意すると。これを揃えられればですね、その転貸借は有効な契約であってですね、正当な権利があるということになりますので、クリアできるということになります。ただこうしたね、承諾を大家さんからいただくというのは意外と結構ね、ハードルが高いケースが多いんですね。あとはですね、転貸借自体は黙認しますと、特に文句は言いませんと。だけども正式な書面としては
承諾することはできませんよっていうケースもあるんですね。でこうなっちゃうとですね、まあ、融資の手続きにおいてですね、書類が提出できないということになりますので、この場合は問題がクリアできなくなってしまいますね。それとですね、サブリース物件もですね、同じようにね、注意してもらいたいなというふうに思います。サブリースってのはどういう意味かというと、まあ、また貸しとかね、転貸借という意味なんですけども、サブリース物件というのは、まあ、例えば不動産会社さんがですね、大家さんからその物件を借り受けて、でそれを利用者に貸し出すみたいな、まあ、サービスの物件なわけですね。まあ、この場合はですね、大家さんは転貸借前提で、まあ、業者さんにね貸しているわけなので、まあ、問題ないはずなんですけども、まれにですけども諸事情によって大家さんからの、まあ、書面でのね承諾が得られないというケースも中にはあるんですね。なのでサブリース物件を利用する場合はですね、必ずこの点をですね確認した上で、まあ、利用するってことを、まあ、注意してもらいたいなというふうに思います。はい、ではね次に要注意なのはですね、定期借家契約の物件のケースですね。まあ、契約の、ね、更新ができる、まあ、いわゆる一般的な、ね、普通借家契約と違ってですね、この定期借家契約というのはですね、借りられる期間がですね、こう決められている契約なわけですね。なので契約期間が、まあ、満了になるとですね、大家さんの合意がない限りですね、再契約はできませんと、まあ、その場で出てってくださいという契約なわけですね。でこの定期借家契約でね、まあ、事務所ですとか店舗を借りるというケースは、まあ、あまりないというふうには思うんですけども、まあ、大家さんの事情でね、まあ、定期借家契約としている場合も中にはありますのでね。でこの定期借家契約の場合はどういうふうに融資に影響があるかと言いますと、いわゆる融資期間の方にね影響が出てくるわけですね。いわゆる定期借家契約の範囲内じゃないと、期間内じゃないと、融資はできませんよとなってしまう場合があるということですね。まあ、例えばですね、1店舗経営の飲食店の会社さんですね。でそのお店が定期借家契約だとします。店舗の物件がね、で期間があと残り5年だという状況の中で、まあ、厨房機器がね、まあ、壊れてしまったと、故障してしまったと。なのでその厨房機器をね、まあ、修理したい、もしくは、まあ、新規でねこう設備を入れ替えたいという場合に設備資金を借りたいんですと、まあ、そういうケースをねちょっとイメージしてもらいたいんですけども、この設備融資をですね、まあ、例えば金融機関に7年の設定で借りたいと思った場合はどうなるかなんですけども、これはですね、大家さんの合意がない限り、まあ、定期借家契約はあと残り5年になりますので、5年後には退店しなければならないわけですよね。なのでこういうケースだと7年で貸してくれって言ったって5年後には、まあ、お店がね続けられない可能性があるわけだから貸すことができないという判断に、まあ、なるわけなんですよね。まあ、こういうケースはね少ないんですけども、まあ、ケースとしてねあり得ますのでね、ぜひ知っておいていただきたいなというふうに思います。はい、ではね3つ目のケースですけども、これは最近ね利用者が増えているかなというふうに思うんですけども、バーチャルオフィスのケースですね。まあ、バーチャルオフィスというのは何かと言いますとね、まあ、いわゆる占有スペースとしての部屋をね借りるわけではなくって、まあ、住所だけを登録できて、で、まあ、そこに郵便物がね届いたらそれを受け取ってくれたりとかですね、あとは電話ですとかファックスの番号を提供してもらえるとか、まあ、そういったサービスなわけなんですけども、まあ、事務所としてね借りるにはまあ手が届かないようなね、まあ、都内一等地の住所が使えるだとかということで、まあ、非常にね、まあ、人気があるわけなんですけどもね、まあ、特にまあこのコロナ禍でですね、まあ、需要が伸びているようなんですけども、ただですね、まあ、この占有スペースである部屋がね、まあ、一切なくてですね、まあ、このバーチャルオフィスだけでまあやってますよっていう会社の場合なんですけども、これはね銀行ですとか信金、まあ、あと信用保証協会さんですねは基本的に取り扱ってくれないっていうケースが多いですね。まあ、全く不可能かといったら、まあ、可能なケースもね場合によってはあるかもしれませんけども、まあ、基本的には非常に厳しいという状況、まあ、そもそもね、まあ、銀行信金で、まあ、口座すら作れないということもね多いのでね、まあ、ぜひね気をつけてもらいたいなというふうに思います。まあ、日本政策金融公庫に関してはですね、まあ、取り扱いが可能な場合もあってですね、まあ、融資を受けられるケースっていうのも、まあ、実際にはあるんですけども、まあ、ハードルとしてはやはり高くなるかなというふうに思います。
まあ、創業時とかですね、まあ、資金も十分じゃありませんしね、まあ、オフィスが、ね、なくてもできるような仕事、まあ、例えばコンサルティングだとか、まあ、IT とか、まあ、そういったケースですよね、まあ、バーチャルオフィスは非常に、ね、便利でいいんじゃないかなというふうに思うんですけども、ただ融資を、ね、受けたいと考えるんであればですね、まあ、ちゃんと、ね、こう事務所を借りるか、まあ、もしくはもう自宅を、ね、本社登記して、まあ、ビジネスをするという方がまあいいのかなというふうに思います。まあ、結構ねこのバーチャルオフィスを使っていて、まあ、融資が受けられないよっていうお客様は実際いらっしゃいますのでね、ぜひ気をつけてもらいたいなというふうに思います。はい、以上ですね、今回は融資を受ける際に気をつけたい事務所や店舗の契約についてお伝えしました。まあ、意外とねこうした部分を知らないでね、まあ、いざという時にえってなってね、まあ、困ってしまう方が結構いらっしゃいますので、ぜひですねこの機会にね知っておいてもらいたいなというふうに思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。